こんにちは、まやさりです。今日は、すごい暑いですね。29度ですよ、部屋。それでこう風をわーってするやつ、なんとかレーターっていうやつ回してたんですけど、あれやったらさ、あの多分ウクレレと歌のが皆さんに聞こえにくいと思いますんで、下手な歌でもね、ちょっとでもいいように聞こえてた方がいいと思いまして、ちょっとスキュレーターなんとかレーターを取った消したらね、今29度なんですよ。でもね、ちょっと皆さんにあの綺麗なね、あ、混ぜてないけど綺麗でしょこれ。リンゴ酢の温州みかん果汁入りに、私がブルーベリーの冷凍ブルーベリーを入れてさっきから用意してたんです。これで、ジュースでいただいて、シルエットロマンス歌いたいと思います。まさか自分がこれ動くのすっごく大変なんですよ。いろんなものがね、こう本当に大変で、ちょっと待ってくださいね。動くと大変なんです。ちょっと本当待ってください。ほら、消したらすっごい熱くなってきた。もう力振り絞って一曲歌ってね、そのままスッと出せたらいいな。今日今からちょっと白のスカート買いに行かなきゃいけないんですよね。来週ちょっとすっごい大切なお仕事のお話ありまして、ちょっと白のスカートで決めていきたいと思います。上手に動かないと危ない。ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ歌いますね。ちょっと本当大変。本当撮影大変。いきます。私ね、こんな熱い歌ね、もう歌えないと思ってました。もういつもよく動画内で言ってますけどね、もうすぐ還暦になるんですよ。還暦になるのにね、こんな熱い歌ね、歌える気持ちにもう二度と今世はないと思ってました。でも今回ちょっとね、恥ずかしいので、自分のことなのでどこまでお話していいか分かんないんで、まあ今のところ秘密にしておきますけど、ちょっと今この歌歌いたい気分なんです。恥ずかしい。じゃあね、ニヤっておらないで、ちょっと歌いたい気分なんですぐらいにね、しておかなきゃ嫌いのに。じゃあ歌うね。恥ずかしい。恋する女は、ごめんなさい、あのね、この歌急に最近歌いたくなったので、昔もう何十年も前に人が歌ってるのを聞いただけで覚えただけなんです。で、言い訳言いますけど、音程がずれてても、まあそんなもんだって思ってください。気持ちでね、
気持ちで恥ずかしい恋する女は夢見たがりのいつもヒロイン、つかの間の鏡に向かって愛ペンシルの色を並べて迷うだけ、窓辺の憂い顔は予想う女心、茜色のシルエット、シルエット、あなたに恋心盗まれて、もっとロマンス私に仕掛けてきて、あなたに恋模様を染められて、もっとロマンスときめきを止めないで、歌いました。今10分ですね。まあね、上手に言えないんですけど、まあこんな年齢になって、還暦前になってね、もうその自分自身のその女心というか女性ホルモンというか、そういう異性に対してときめいたりドキドキしたり恥ずかしかったり、もっともっとこう近づきたい、例えばお話ししたいとか、もしお話ができたら、お茶したいとか、なんかこういろんな素敵な景色を見てみたいとか、そんな風に異性に対して思うことないなって本当に思ってたんですけど、なんか私遥か彼方にいる方なんですけど、遠くに遠くにいる方で、芸術家の方をちょっとその方の作品がすごく好きで、もうなんか可愛らしい素敵なその作品なんですね。男性なんですけど、でその方にこうちょっとなんか憧れちゃってっていう感じの気持ちになって、でまあなんかこう、やっぱりこれね恥ずかしいので、どんな感じでしょうか。まあ気持ちの上でね、すごく好きだなってドキドキするなって思う、その芸術家の方にね恋をしてるっていうお話で、でなんかこうそういうねイベントをなさって、でSNS もなさってて、で SNS になんかコメントするとなんかコメント返していただいたりするとなんかすごく親近感が湧いちゃってね、もうそれだけだったらよかったんだけど、そのイベントを
催しになってね、そりゃそうです、その方はものすごい有名なその芸術の方でね、それでなりわいにして大成功なさってる方なんで、遠い存在なんですけど、その方遠い存在なのに今はね SNS でコメントしたらね、あのなんかすごく本当はお話もできないような方から返信が来たりして、なんか自分で身近に感じれるようには感覚にはなるんですけど、実際問題は全然そんなね、その方にはその方の人生があって、私には私の人生があって、この何もこの間に関係のないのにね、なんかこう SNS のそのコメントのそのあれでね、なんかこうなんていうのかな、なんかこう親しくなったような気持ちになったんですよね。で実際にそのイベントに行こうか行く前か迷って行った時に、実際にその方と手をつないでもらって、あの写真を撮ってもらって、みんななさってるんですけど、その時にその方の絵が、あ、絵って言っちゃった、その方の絵がもう百何十万かするような絵がいっぱい個展に並んでいて、その時になんか、わあやっぱり遠くなんだ、すごい遠くなんだって思ったんですね。あの SNS とかそういう風に近づいていったように感じるんだけれども、あの実際はね、こう近くに行ったらは実際は私は遠くの人だったんだって感じたことが、勝手に恋しちゃって勝手に失恋しちゃったっていうそれで今日はこの歌歌ってみようかなって思って、バカみたいバカみたい、うん、今日はなんかね、私ぐらいの、まあ、還暦ぐらいの女性にね、ちょっとあの向けた動画なんです。どうですかっていう、そんなことありますかって、こうすごく遠い対象の方をね好きになっちゃって、でちょっと近づくことがあったんだけど、現実を見て、現実やっぱ素晴らしい方です、でしたよ。優しくて素朴で素敵でかっこよくて、でもやっぱりそれが絵とかもう百何万とかするわけですよ。そういうのをいっぱい、そういう人生の方と、まあ、たまたまね SNS でその方が上げておられるのをね、あの例えばインスタとかに上げてもらえるのを、なんて素敵ですねって言ったらありがとうとか返ってくる、そのコメントがなんか嬉しくてね、だんだん知らないうちに好きになってたんでしょうね好きになってて、で会いに行ったら、まあそんな SNS なんかなかったら私となんか人生のこの交差点、関わりもないようなすごく遠い存在だなって気づいて、なんかこう勝手に恋して勝手に失恋しちゃった、変な感じだのここ数日でした。またね、気持ちを新たに、私もお仕事ね、新しいまたチャンスが来るお仕事が、あのダメかもしれないけど来週ねあるので、今からスカートを買いに行って、動画をアップしてスカートを買いに行って、またね失礼しちゃったけど心新たにね、あの、うん、心新たにその自分のやりたいお仕事に向かって挑戦を続けていきたいと思います変なおばさんだから、変なおばさん皆さんもそんなことあるかなと思って、こう恋焦がれるね、憧れの自分とは全然接点ないんだけど、なんかこうその芸術を通してその方の人柄とか優しさが伝わってくる、そのねことで、実際にイベントに行ったらなんか近くなった分遠さを感じてしまってね、失恋しちゃったみたいな。でも本当に素敵な方で、魅力的な方で、作品も大好きで、これからもその方がね、元気でおられる限り、その方の作品をね、あのイベントとかで、また SNS などで、あの追っかけていきたいなと思っています。あの一ファンとしてね、素敵な方でした失礼したの、
勝手に好きになって勝手に燃え上がって勝手に失恋してたの。全然その遠い方と面白いね私ったら。それではね、皆さんよかったらいいね、高評価、優しいコメントお願いします。バカみたいね。バイバイキン。